はい、どうもルルシュでございます。本日はですねパズドラをプレイしていきたいと思います。でですね、今日の動画なんですが、先日ガーフォーフェスティバル2018が開催されていたんですが、そちらにねちょっと私は日程が合わなくて行けなかったんですね。なんですが、なんと私の動画の視聴者の方が会場までわざわざね行ってくださって、私がねアテナ持ってるというのをご存知だったので、その究極進化の素材を取れるモア降臨かな、そちらのねダンジョンをゲットしてきてくれました。なのでマルチでね挑戦した動画がありますので、まずそちらをご覧ください。まず要注意事項がございます。私のパズルがやばいクソですね。もうクソですね。はい。なんですが、お相手のね、視聴者の方がものすごく上手なので、そちらのパズルをメインに見ていただければなと思います。もう本当に勉強になりました。はい、ということで視聴者の方とモア降臨に行きましたので、そちらをご覧ください。まずパーティーは江戸パーティーで行っております。はい、では参りましょう。まず視聴者のターさんという方の、挑戦になります。ちなみにねちゃんと許可は取ってありますのでご安心ください。いや、とにかくこのねターさんのパズル素晴らしいので見てみてください。私のパズルもクソすぎて、この動画にするのもなんか恥ずかしいと思っちゃったんですが、まあね、少しでもね皆さんのねちょっとね、参考になればなと思ったので、ターさんのパズルがねすごく素敵なので、はい。で、江戸パーティーなんですが、私のパーティーをね次出るんですけど、見ていただくとこう。ね、私いつも多色パーティーを使うので、その癖でこうカラフルにしてしまう癖があって、なのでちょっとねターさんのように単色でまとめた方がやはり火力は出るかなと思ったので、今後ねちょっとパーティー変えていきたいんですが、私意外とねこう単色でまとめるってなった時に、モンスターがなかなか揃わなくて、私フェンリル、光のフェンリルしか持ってなくて、このターさんのパーティーだとね。でなのでちょっと今後ねゴフェスとかねガチャ来てたらキャラ増やすためにちょっと引こうかなとか思ってるぐらいで、なのでね育成がねなかなか追いついてないですね。本当にちょっと頑張りたいですね。はい、すいません、今すごいくっちゃべってたんですが、もうターさんのパズルを、とにかく見てください。でモア降臨なんですが、とりあえず、火力はやっぱり必要ですよね。で根性持ちなので私はアルフォンスを入れました、追撃として。なんですが、私はこの追撃をねできるタイミングが全くなくて、なのでターさんにまさかせっきり本当におんぶに抱っこみたいな、本当申し訳なかったんですけども、いや本当にターさんのおかげで、いけたという感じです。本当に今も斜め決まらなかったしね、すごい勢いで失敗したよね今ね。もう緊張をしてる、本当に緊張に弱いので、私もうそれを直したいんだけどなかなか直んない、この緊張しいが。いや、はい、多分ターさんも数ペンを使ってるのかな。私最初こう指でやったんですが、やっぱり緊張で手汗がすごくてダメで、途中からね数ペンに変えたんですが、なんですがやっぱ数ペンの方が安定感はありますね。慣れると、慣れるまでちょっと不意に離れちゃったりするんですよね、ドロップから。私それがなかなか治んなかったんですが、最近ねずっと使ってたら離れる癖がちょっと治ってきたので、今後も数ペンでねいこうかなと思ってますね。はい、考えてます。もう私この爆弾出てくるともうねビビっちゃってビビっちゃう。でもとりあえず爆弾消さないとってなっちゃうので、とりあえず爆弾消してだよね、とりあえず爆弾消したいっていう。はい、これちょっと運が良かったですね。はい、そしてターさんの番ですね。いや本当にね江戸パーティーは万能ですね。なんかどんな降臨が来ても大体こう江戸パーティーが乗ってるっていうね、江戸パーティーが適正みたいな感じでなってるので、江戸はねゲットできて本当によかった、本当によかった、素晴らしい。私追撃のねハートを縦に消すっていうのにね集中しちゃってパズルが全然できないので。ね、追撃の練習もちょっとしないとなと思いますね。最近多いじゃない追撃しないと怒り狂ってもうすごいことになっちゃう子が多いので、爆弾がまた大量に出てきて、私はまたテンパってますよ。まだテンパってる。これすごい勢いでテンパってますよ。ダメだ、もうね、今こう見てるだけでもね、なんか若干気が出てきてる。ダメだね、本当に。はい。盤面で7コンボ組めればね、いいんですけどね。ちなみにね、私が今使ってるスーペンがこちらなんですけど、これ視聴者の方からこれもいただいたやつですね。前までね、ゴールドのね、方を使ってたんですけど、これどこ行っちゃったかな。すごいね、もう使いすぎてもうバッチくなっちゃって、なので今回シルバーをいただいたのでね、これ使ってます。いいね、ターさん追撃してますね。ほら、何この綺麗なパズル。超綺麗。はい、追撃ドン、ナイス。はい、行きました。ほら、根性持ちマジで多いんだよね、本当に。今流行ってんのかな、根性。根性が、言い方おかしいけど、根性流行ってるとおかしいよな。根性がすごい、もう。はい、で、回復ないからね、ちょっと追撃できないんですけど。しかもね、お邪魔無視っていうね。お邪魔を完璧無視ってるパズルですね、もう。これは、鍵が、草と水のドロップについてるのかな。はい、スキル使いましたね。ターさんも考えております。このね、爆弾ちゃんが私本当ね、なんか心理的にこうやっぱドキドキしますよね。私だけがな。怖いんだよね、もう。お、考えているターさん。はいはい。怖い。私のターン、ルルシュのターン。はい。これはミスれないというね、プレッシャーが襲いかかっている時ですね、これね。使ったっけこれ？あ、使わなかったかな。何使うスキル使わないでいったっけな、私これどうだったっけな、ちょっと忘れちゃった。あ、使わなかったか。これでラッキーだった。ラッキー、めっちゃラッキーだった。ラッキー落ち込んバンズ漫才だったんだね、これね。はい、やっぱ火力必要ですね。これでね、ターさんが出してくれた、どっちだったっけな。うまいね。はい。これで突破かな。やっぱ火力めっちゃ出るよね、やっぱり単色でまとめるとね。そしてモアが来ました。最近この動いてるこのねボスとかキャラがパズドラの中で流行ってるよね。動きが出てきたっていうね。やばいよ、もうね、これどうする。はあってなってってなったから、これは私これサイキックにならないと無理じゃんとか思って、これ見えないよってなった。見えないってなって、でもうごめんなさいって、もうとりあえずごめんなさいって。はい、これで1回、はい、お亡くなりになりました。はい、ここでターさんがねちゃんとコンティニューしてくれました。ごちそうさまです、本当にごちそうさまです。このご恩は忘れません。ありがとうございます。いやー、動きこのね、やっぱ動いてるとねいいよね、躍動感があっていいと思います。うん、私もこの江戸パーティーでね、単色でまとめるパーティーちょっと作りたいな。その火力入れるもんね、絶対。はい、ターさん考えております。珍しいですよ。ターさん結構ねパッパ行っちゃうんですけどね。はい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 。あ、すごい、もう見て、もう左下見てしっかり作ってるから、しっかり。いやー、あれすごいな。はい、ドドドドドーン、はいって感じです。本当におんぶに抱っこで申し訳ございませんでした。ありがとうございました。で、無事に、ゲットしました。もうありがとうございます。はい、ということで無事に、もうゲットできましたので、アテナをね究極進化していきたいと思います。で、今ね素材の交換まだしてないので、そこからいきたいと思います。はい、では交換所へ移動します。はいはい、これでねモンスターの交換所で交換することができますね。では交換していきましょう。はい、交換します。はい、よし、これで結局進化できます。では行っちゃいます。行きます。素晴らしい、かっこいい、かっこいい、いいね。こうずっと見ちゃうよね。もうずっと見ちゃうやつだよこれ。このさ、また正面じゃない、この背面、背面がメインっていうのがまたかっこいいよね。この背中かっこいい。翼を羽ばたきがすごい、もうめっちゃかっこいい。はい、ということで無事にアテナ究極進化できました。本当に視聴者の方ありがとうございます。ではね、せっかくなので試運転してみたいと思います。はい、ちょっとね試運転で6月のクエストダンジョンの、上級向けのチャレンジレベル6にちょっと行ってみたいと思います。私のパーティーはこんな感じですね。いつもこんな感じです。では行ってみましょう。はい、では参りましょう。はい、ちょっとね数ペンっていうことをねちゃんと自覚していかないと、たまに離れて事故が起きるので。では参ります。どうしようかな。あんまりぐるぐるね動かしたくないんですけど。おお、あーダメだ。ドロップの操作時間が短いんだよね、ちょっとね。いつもの私のね体感だとね、やっぱ多色だと長いからね。はい、闇ないやん、闇ないやないかい。まあまあ大丈夫だろう、そんな大丈夫だと思う。闇なくても。あー、やっぱ短いな。やっぱ短い。あ、闇来たぞ、闇来たぞ。大丈夫かな？展開中？オッケー。そうだな。はい。はい、あ、いいねいいねいいね。アテナは本当にねパズルの難易度が低いし、本当にパズルを始めたての方でもって言いたいんだけど、この子をゲットするの結構文法がね必要だから、私も結構最近じゃ最近だもんねゲットしたのは。めっちゃ鳥鳴いてるうるさいかな、ごめんね、もし声めっちゃ入ってたら。鳥めっちゃ鳴いてる。春ですね。つかもう夏だけどね。もう夏だけど。はい。最近さ、夜中にね、めっちゃ鳴く鳥がいて、すごい起こされるんだよね。めっちゃ鳴いてるーって思って。なんなんだ、夜中に鳴く鳥とかあんまいなくない？ああ、そういうことね。あ、321ドーンのパターンね。ああ、これは321ドーンか。321ドーンか。ちょっとどうしようかな。あー、ごめんねごめんね。あ、2位。あー、怖い。ちょっと待って。まあ、せっかくだからスキル使っちゃいます。はいはい。75。はい、オッケー。はい、ボスです。うわ、いいね。あとはアッペチャなパーティーめっちゃいいわ。あ、そういう感じ。いや、ここはもうさ、もう畳みかけちゃおう。でね、ネフティスさんね、行きましょう。はいはい。どうしようかな。いたっしょ、もういったっしょ、もうチリになる、チリジリになるよ。オッケー。まあレベル6だからね、全然余裕ですね。いやー素晴らしい、いいね。はい、というわけで本日はアテナを究極進化していきました。動画にねご協力いただいた視聴者の方、本当にありがとうございました。いやもうわざわざね幕張まで行って素材をね、ダンジョンを取ってきてくれて本当に感謝しております。いや今後もねちょっとマルチ積極的にしていって勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。楽しんでいただけましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。